ズンただのそうじゃないそうですということで、今回はですね、まあ、昨日33枚目シングルリアルミーグリがね、京都にて京都パルスプラザにて開催されたと思うんですけれども、まあ、そのリアルミーグリのねマイクがいろいろひどかったたよっていうひどかった件についてちょっと話していきたいなと思います。お前行ったのかってちょまずねまず言いたいんですけど、僕はね昨日33枚目シングルリアルミーグリ京都には実際には参加してないっていう、感じにはなるので、その行った人がこう言っていたのをちょっと今回動画でね、まあその件について話すみたいな感じなので、まあ、実際行ったわけではないのでそこはちょっとご了承いただけたらなと思います。マイクねの件について話すんですけど、まずはねもう皆さんお疲れ様でした。ねえ、僕はいけないですけど、僕はいけないですけど、どうでしたかね。まあ、初めてリアルミーグリでね、初めてこう、推し面と対面でね、会った人も多いのかなと思うんですけれども、どうでしたかね。最高でしょ、推しと生で会えるの最高でしょっていう感じでね、まあ、皆さん楽しかったんじゃないかなって思うんですけれども、まあ、その中でね、ちょっとこう、ね、その、リアルミーグリ、メンバーと対面するときにね、まあ、今回もアクリル板があってこうマイクがね、あってその中でメンバーとお話できるよっていう感じなんですけれども、まあ、そのマイクがちょっとこうひどかったよっていう感じで、まあ、何がね、ひどかったかっていうと、まずマイクの位置ですかね。そのマイクの位置がちょっとこうメンバーの横にあって結構低かったらしいんですよね、マイクの位置が。だからちょっとこうしゃがまないとみんな背高い人とかは、まあ、僕多分ねチビなんで大丈夫なんですけど、僕だったらちょうどいいぐらいなのかなと思うんですけど、まあ、ちょっとこう低かった、マイクの位置が低かったっていうところがね、まず一つと、あとは音質ですかね。マイクの音質が、あまり良くなかったと、いう感じだったみたいですね。まあ、こっちの声もそのメンバーの声とかメンバーの声が聞こえるそのスピーカーみたいなのもあんまり良くはなかったっていう感じだったみたいで、まあ僕ね、その昨日の33枚目シングルのリアルミーグリは行ってないですけど、まあちょっと隙あらば自分語りさせてもらうんですけど、32枚目シングルのリアルミーグリはね、行かせていただいて、まあそこが初めてのねリアルミーグリっていう感じだったと思うんですけど、まあその時僕が32枚目シングル仮メッセねリアルミーグリ行った時は、まあ、最初ね一部僕ナギだったんですけど、一部の時はマイクとかそんなに、まあ、マイクあるのももちろんね、知らなかったしっていう感じで、まあ、普通に行ったんですよ。普通に行って、まあ、アクリル回ってみたいな。で、まあ、マイクあるのも、まあ、僕はそんなんか気づかなかったですけど そのマイクがあったけど、まあ、僕はそんな意識せずね、一部の時は最初の時は意識せず、なんかでも伝わってるような普通にね喋れたようなその感じがあって、でまあ1部はそんな感じで凪終わって、で2部とか3部の時に、まあ、今回もねあったみたいなんですけど、張り紙がねメンバーの例のところに、マイクに向かって話してくれると嬉しいですみたいな、そう張り紙があって、そっからマイク意識してね、したミーグリしたよってリアルミーグリメンバーとねお話ししたよってマイクに向かってこう話すようにしたっていう、まあ、その時とか個人的にはマイクの位置だったりとかそのマイクの音質とかはマカリメッセの時はね3人にお召しの時はそんな個人的には悪いなとは感じなかったですけど、まあ、だから今回ちょっと変わったのかもしれないですけど、マイクの位置とか音質とかがちょっと変わったのかもしれないですけど、今回はあんまりね良くなかったみたいな感じだったみたいで、まあ、だから、まあ、そもそもね最初にリアルミグリね初めてこう行く人とか、最初一部とかね、一番最初のリアルミグリとかの時はやっぱマイクとかにはねちょっと戸惑うっていうのはね、まあ、それ仕方ないと思うんですけど、まあ、だからちょっとこれに関してはねいろいろねやっぱメンバーもたくさんいるしって人もいっぱいいるしっていう中で難しいのかもしれないけど、マイクに関してはちょっとね改善できたらしてほしいなっていうねところはありますよね。まあ、やっぱりリアルミーグリ対面でメンバーと話せるっていう中 でしかもまあ時間もね限られてるわけじゃないですか。時間も限られてる中でやっぱスムーズにメンバーとねお話ししたいっていうのはこっちもねめちゃめちゃあるんで、まあそこがスムーズにマイクでこうスムーズに話せないってなるとそれちょっとねうんっていう感じなので、まあ、改善してくれたらね嬉しいなって感じですけど、まあ、次ね11月また横浜で、リアルミーグリありますけど、まあ、そこまでに改善されるかどうかっていうのはねちょっと分かんないってなると、やっぱりこっち側がね、まあ、まず、まあ、この動画を見てる人だけでもねまずリアルミーグリはマイクあるよ、アクリル板越しでマイクあるよっていうのをしっかり頭の中にね事前に入れておいて、でマイクに向かって話さない話した方がいい、話さなきゃいけないっていうのをね事前に頭に入れた上で、まあ、あとはそもそも大前提として、大きな声でハキハキ喋るとかね、そういうこっち側がなんとかメンバーとスムーズに話せるように、
まあ、事前にね、頭に入れといて、実際当日ねスムーズ話せるようにするっていうのがね、まあ、一番なんじゃないかなって思うので、まあ、改善されてくれたらねもうそれでいいですけど、まあ、またね、11月リアル巡りあるんで、それ行く人はですね、そういうの頭に入れときながらね、巡りリアル巡り当日参加してほしいな、参戦してほしいなと、楽しくね、参戦してほしいなと思います。はい、ということで、今回ですね、三十三のみシングルリアル巡り、昨日行われたね京都で行われた三十三のみシングルリアル巡りのね、まあ、マイクがちょっとねあんま良くなかったよっていう件について話していきました。まあ、僕ねさっきも言ったように実際こう行って体験したわけじゃないので、行ったわけではないので、まあ、実際に昨日のリアル巡り行った人マイクどうだったのかっていうのをね、実際どうだったのかっていうのをコメント欄で教えていただけたらね嬉しいなと思います。はい、ということで今回はこれで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画少しでもいいなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。 Twitter と Instagram もやっておりますので概要欄からフォローしていただけると嬉しいです。バイバイ。さよならもう全ての散りゆく花に奪われて、何度も何度でも眠る夢、そんな春がもう嫌いだ。